下にかかる人のおわしけるを知り聞こえざりけるよ。姫君のひとところ、物したもんが創造式によきことかな。花地さどらしい、より素直に、受け答えしているわけですね。源氏の意を受けて、本当に私はこんな人のいらっしゃることを全く存じませんでしたよ。姫君がただお一人いらっしゃることがいかにも寂しいございますのに、それはいいことでございました。紫の上さんのように複雑ではないので、非常に、単純なわけですね。それだから源氏も夕霧や玉かつらをこの花散る里に託する、若い者の養育係としてふさわしい人とおいらかにのたもう、おおらかにおっしゃる、その方はとか言って詮索したりなど決してしないんですね。かの親なりし人は、心なんありがたきまでよかりし、御心も後ろやすく思い聞こえれば、などのたもう。源氏の方がついこんなふうに言うわけですが、その娘の親であった人は、その心のありようが珍しいほどに良い人でありましたよ。あなたのお心も大変、私が心を休んじて人を託すことができる方だとお思い申し上げていますから、だからお願いするのですよ、などとおっしゃる。つくづくしく後ろむ人などもこと多からで、つれづれにははべるをうれしかるべきことになんとのたもう。殿のうちの人は大娘とも知らで、何人また尋ね入れたまえるならん、難しき古物扱いかなと言いけり、御車、御車でも結構ですが、三つばかりして人の姿どもなど、右近あれば田舎びず仕立てたり、殿よりぞあや何くれと立てまつれたまえる、月々しく後ろ見人なども、いかにもその方に似つかわしくお世話する人なども、貢献役を務める人なども、後ろ見人なども、後ろ見るというあの、ね、動詞にして使って、貢献役を務める人なども、養育係を務める人なども、こと多からで、つれづれにはべるを、つまり私が今まで似つかわしく後ろ見の役を務めてまいりました、あの夕霧様なども、そんなに手がかからないで、私は手持ち無沙汰でございましたが、夕霧を褒めているわけですね。源氏から託されたその夕霧が、性格が手のかからない子であって、私は
かえって手持ち無沙汰でございましたがというふうに言ってるわけです。今また姫君の後ろ身の役をお言いつけくださること、それは嬉しかるべきことになん、私にとって大変嬉しいはずのことでございますとおっしゃる。一方この六条院の御殿のうちの女房たちは、花散る里のようにはいかないわけで、お娘とも知らで、源氏の娘だということも知らないで、実は娘ではないんだけれども六条院では実の娘ということにして通しているわけですから、当然女房たちもそう理解しなければならないんだけれども、そんなことまでも知らないで、何人、今度新しく来られたあの姫君一体どんな素性の人、また源氏様が例のどこかから探し出していらっしゃったんだろう、難しき古物扱いかな、女房たちの口さがない噂のいかにも言いそうなことですね。また例の決まったあのこと好きだわ、まあ、こと好きっていうのはちょっと違うんですけども、古物好きだわ、源氏もこんなこと言われるような年になったわけですね。まあそんなふうに言った言い合った、一行の乗っている車牛車が三つばかり連ねて、牛車に、まあ、定員は4人ですから、そこそこ10人余りの人数で、まあ一応とにかく人数をその程度揃えて、そして、六条院に入ったわけですね。その人の姿どもなど、その一行の者たちの姿なんか、ウコンがいることだからして、そんなに田舎びた田舎びないこの鳥なしをしていた。源氏のところで長い間いるウコンがついていることだから、そう田舎びないように取りなしていた。殿からも、あや織物ですね、上等の織物の何くれと、あれこれ、差し上げなされた。